想定外です。義士の消滅か、これ夢ごと消えるのか。詳細はこちらをご確認ください。いや、情報をよく確認してください。もう行くしかないな。あの者はどこへ消えた。遥か高く江戸城の上層部に向かったようです。上層部追いましょう。ですが新たな流れが検知されました。読めない。永老の夢、虫に飲まれた。つまり虫を倒せばこの世界は消滅する。世界が消えた後この身がどうなるかはわからない。やるだけやってみよう。確認を。我々があの者を追い、この世界の消滅を成し遂げたら、この調査に向かう刀剣男子はいなくなり、犠牲は減ると考えてよいですか。犠牲は減るか。はい、それはそう思います。そうか。それを聞けてよかった。第一部隊ほど僕らは潔く受け入れられなくてね。河川さんでもか。そうか。どうせ散るなら雅にって思っちゃってました。うん。石田三成様みたいに主やみんなのためを思って戦うよ。主に思いを届けられなかったことだけは無念だがな。これ本当に戻ってこれないのかな。私受け入れられるかな。まあな、生きて戻れさえすれば俺たちの報告がうまく活かせたんだろうが。うん。言っても仕方ないか。希望を託せるだけよしとしようぜ。そんなにすんと飲み込めるんだな。いや、そう見えるようにしてるだけかもしれないけど。三日月。どうした。私の望みを皆の明日につなげられたらいいんだが。頼みがある。虫を倒し、この夢を壊した後に、うん、私のもう一振りを切らないでくれ。私の元に返してほしい。一緒になった上で消えるということか。面影。虫は切るぞ。黒の面影は無惨して消える前にお前が迎えに行けばいい。うん。あ、それで私という刀剣男子が初めて歴史を守ることになるのだろう。なるほど。少し変な言い方だけど、面影という存在の歴史ということなのかな。お前たちの明日を。そうか。うん。これは面影さんだね。ただ戦う影のごとく。ごめん、続いちゃうけど三日月さん。うん、任せてくれ、面影。やばい、何にも読めない。解雇とかそういう感じかな。さなぎ。まだ私の覚悟が決まってない。みんな帰れ。でもさっきの口ぶりからしてもう帰れはしないよな。サニワが戻ったとして、そこにみんながいない本丸を見たらどう思うのかな。いや、
でもきっとみんなが思ってる心の強さからして、サニアの方も自分と本丸のために戦っていなくなったっていうことはきっと受け入れられる人なんだろうな。私だけかまださまよってるのは。行こう。なんだこれ、面影さんの BGM だ。ここは江戸城に咲く花の上か。花の上、この花のまなまなしさ、経理とは言い難いね。花、でかすぎるな。ちょっとキングダムハーツみたいなステージだ。あ、なんだこいつは。面影の力か。幻影を残し本体は消えたか。ち、卑怯な手を。幻影を倒せば多分本体が出てくるな。立ち尽くしていても始まらんな。ひとまずこいつを追い払うぞ。うん、倒そう。2匹もいるか。行こう。行けるぞ。オッケー、そんなに硬くはない。オッケー、あとは君だ。出るか。待ってました、本体のご登場だぜ。よかった。みんな気をつけるんだ。まずい、何か仕掛けてくるようだよ。攻撃がでかすぎるな。おっと、オッケー。切り伏せ。お、見てみな、隙だらけだぜ。あ、攻撃するなら今だ。畳みかけよう。この先どうなろうが知ったことか。いや、ただ戦うだけだ。モグリガラさん、そうだね。この憂鬱な夢は僕らが終わらせる。うん、なんか美しいものって本当に本当に儚くて悲しいところから来てるんだな。頑張ろう。またか。姿を消したか。幻影を倒し本体を引きずり出すぞ。うん、もしや黒の面影さんの力がこの幻影を生み出しているのか。虫とは別か。あいつは虫も力も黒の面影さんの力も使えるってこと。そういうことだね。厄介だな。危ない。オッケー。尻尾に稲妻みたいなのが走ってるな。オッケー。ちょっと声がすごいな。やっと本体が現れた。まずい。さあ、待たせたな。お前の死が来たぞ。将棋さん、終結感が熱い。悲すぎてなんか今熱くなれきれないけど、行くぞ。行こう。揉まれてみるか。荒波のごとくな。やるだけやろう。断ち切る。もう立派な一人だな、おかげさんも。お前の姿なんて映すまでもない。今なら気持ちよく切れそうですね。いけそうだ。いや、これ絶対第二形態あるな。これだけじゃ終わらんだろう。もう少し逃げる。あ、消えるか。間に合わなかったか。最初よりも数が増えてるな。行こう。 OK。 まずい。しかも他のボス敵の雑魚キャラと比べて明らかに攻撃の回数が多いな。油断したら当たるな。逃げる。あとは君だけだ。大丈夫？オッケー。やっと本体が現れたか。さあ、待たせたな。お前の死が来たぞ。
大事なことなんで。邪魔だ。おっと。オッケー。行こう。揉まれてみるか。荒波のごとくな。断ち切る。これでいける。撃つまでもない。そうだよね。第二形態あるよな。なんだ。崩れたか。うわ、お腹が開いた。どういうことだ。この世界の力をも取り込んだというのか。ああ、中に誰かいますよ。攻撃に変化があるかもしれません。気を引き締めてかかりましょう。了解。なんだ。なんだあれは。巨大な花。夢の力かこれは。俺たちに狙いを定めたらしい。立ち止まるのは危険だな。わかった。ホーミング系か。なんだその。あの攻撃危ねえな。避け続けるほかないか。わかった。江戸城は崩れ、世界は異様に歪んでいる。まさにどうだ。猛襲の最果てといった様相ですな。もう現実のものじゃないね。この世界の行こう。純粋な憧れだったはずだ。そうだな。面影さんだって元は誰かを救いたいって思いだったんだもんな。刀剣男子として許されないものだったとしても、まず心はもう残っていないのかもしれない。大丈夫、信じよう。諦める気はない。そうだろう。お前の目がそう言っている。力を貯めているようだな。何をするつもりだ。届くか。もしかして障壁を作ったのかな。僕らの攻撃が効くといいけど。バリアか。宇宙戦争みたいだ。くそ、攻撃が効かん。通らないか。闇雲に攻撃しても無駄でしょう。ここは頭の使いどころですね。頭の使いどころ、どうしよう。まずい。消えないか。あの花は放つ光線。あ、こちらの攻撃に利用できないか。そういうことか。試す価値はありそうだ。光線が本体に当たるよう誘導してみるか。わかった。あの光線が来るな。終わった。本体の方に誘導してやるか。足元に行って。いや、来な。オッケー。うまくいったかな。敵の障壁がなくなったよ。今のうちに。今のうちに叩く。黒の面影さんも面影さんの一部です。退治するのは胸が痛いです。そうだね。迷いなく戦っている。僕らもどんな形になろうと精一杯やってみせよう。修学もそういう思いをしてきたもんな。ありがとうね。花来たか。いや、これは違うな。その花じゃないな。この次か。これか。近寄って来い。オッケー。よし、敵もだいぶ弱っているな。行こう。これでいけるか。踏ん張りどころだね。行こう。気は熟した。仕事はするぞ。タイミングは最高だ。これで断ち切れるか。どうだ。完了だ。うん、オッケー。あれ、まだあるか。第三形態を予想してなかった。これは？あ、あれはなんだ？
最後の勝負に出るつもりだろう。終わりか。これはその夢がなくなった後の時空の狭間みたいな。俺たちも最後の力を絞り切ってみるか。三日月、号令を頼むぜ。ああ、何度目になるかな。始めよう。桜っていい。木が切り続ける。言われずとも。ぶった切る。夢の終わりを迎えるまで。一緒に行こう。か。まずい。黒の面影さんの言ってた通りなら、俺たちこの後どこにも行けずに漂い続ける。そうか。まだ少し想像はつかないかな。ま。救いがあるとすれば俺たち全員一緒ってことだよな。そうか、そうなのか。どんな運命も共にしてきた。これからも同じ。そこだ。心強いな。マイルか。悲しいな。美しいのにすごい悲しいな。でも私が悲しんでも意味がないんだ。やれるだけやろう。行こう。ごめんね、傷ついてる。吹き荒れてもらうぞ、嵐のごとくな。嵐か。綺麗だ。切り刻む。膝をつくのはお前の方だ。これ専用かな。虫の中にどんな思いでいるのか。彼も苦しんでるだろうな、きっと。囚われたままでは虚しいだけだ。長谷部さんがこれを言うんだ。救おう。どうせ終わりにしても。もうボロボロだ。でもかっこよく勝ちたいな。これ攻撃する感じだったかな。主に捧げる戦だ。一番みやびな姿で終わらせようじゃないか。そうだね。戦で死ぬ。刀としての誉れだな。もう国からさ。本当に立派ですね。私は仲間を心から頼もしく思いますよ。村正さんも強いな。どこかで感じていただけていますか。我らが全てをかけた戦を見てるよ。大丈夫。OK。 希望を捨てないでくれ。きっと私が。貯めてるか。待て、敵が力を貯めている。仕掛けてくる前に一気に蹴りをつけようか。それしかないだろ。わかった。鶴丸さん多分素が出てるな。本気なんだ。行こう。終わらせる前にこっちの手で行こう。これで引き荒れてもらうぞ、嵐のごとくな。やるな。それは決められる。切り刻む。さあ、膝をつくのはお前の方だ。どうだ、まだか。おっと、夢にしがみつくその執念、断ち切るぞ。もちろん。 あと少しだ。みんな共に行こう。一緒だよ。一振りの私を戻ってきてくれ。どうか。めちゃくちゃ連打してるけど。仲間を守るために。ありがとう、おもかげさん。オッケー。いけたな。終わったのか。間に合ったか。終幕だな。今之助も消えちまったぜ。夢は断片として残ったか。さまようけど残ったのか。頑張ったよね。あ、主も褒めてくださるだろう。
影さん、私がここを本丸へつなげよう。え、と私の中のもう一振りはこの夢を切りつなぐ役目を担っていた。そうだね。今なら私にもできるはずだ。つながったからか。再構築ですか。あ、なるほど。その場合君は、一緒には来れないのか。でも嘘だよね。黒の面影さんは一緒に来てたけど。なぜだ、お前だって遠い明日に望みを託すなら。三日月、またあの歌を聴かせてほしい。ほう、はい、わかった。また会えるって意味でいいんだよね。まさか。ダメだ。ここだけ切って送るつもりか。面影。あ、だから一緒には行けないのか。え、じゃあ一人で夢を続けよう。漂うのか。ここでもう会えないのか。じゃあ一人なのか。一人のまま。Oh.